ハローベイビー、スロットの未来を愛してる。はい、どうも中山です。今回打つ消しはこちら、フジコタイプ A プラスの設定6。詳しいゲーム性はこちら。早速行きましょう。はい、それでは早速行っていきます。よろしくお願いします。モードは藤子モードで、はい、はい、じゃあまず打ち方からいきましょう。左リール上段にこのバー狙いですね。で、このバーが滑ったら、ベルなんで、中赤7、右も赤7で、ベルをフォローできます。まあ中バー右青でもどっちでもいいんですが、それでフォローできます。基本はそんな感じです。 お楽しみはこれからよ。いきなり演出どうだろう。これリーチ目ではないと思うんで、ダメと。はい、フジコタイプ A プラスト、今ダブルテンパイ外れ。これおそらく入ってますよね、いきなり。いただくわ。ちょっと始めなんで演出を見ましょう。はい、ウィン中段リプリプチェリーで入りました。なんだこれ、早い。開始から、8ゲームです。いきなりビッグですよ。さあどうなる。ダブルなら、お、しかもスーパービッグです。こんなに早いの、びっくりですね。8ゲームでいきなりスーパービッグ、なんだこの引きは。じゃあスーパービッグ、あとレギュラーも一緒なんですけど、打ち方1回だけ14枚取ります。右中適当で、左リール中段に、青7を見た。はい、これで成功で14枚、残りは15して大丈夫です。なんだこれ、こんな早く引いたよ、いきなり。はい、スーパービッグなんで402枚、しっかり固定で取れます。で、この後スーパービッグの場合は必ずフジコタイム30ゲームの RT に入ります。すごい幸先だ。おお、いきなりジュリーで、スーパービッグの後のこの30ゲーム RT フジコタイムは30ゲームがもう1回続く可能性もあると。ラスト、はい、ここで終了ですね。まあビッグと RT で、まあ、ちょっと減って396枚、まあ、RT 終了後のこの画面でも一応設定差があるみたいです。まあちょっと詳しい詳細はまだ出ていませんが、はい、とりあえずこの台の醍醐味は、まあ、スーパービッグはああいうふうに400枚以上固定なんですけど、まあ、普通のビッグを引いた時に枚数の変動型と、まあそれが醍醐味なんで、それはビッグ引いたときに説明しましょう。逮捕だ。演出いった。リーチ目ではないと思います。
た参らん。まあ今回の藤子タイプ A プラス4号機時代の名機藤子2に、まあ、リリハイルスとかリーチ目をかなり似せてるらしいんで、まあ、この藤子モードだと演出のそうですね。まあ、藤子2を好きだった方はかなり楽しめるんじゃないかと思います。まあ、僕も藤子2は結構好きで売ってました。まあ、やっぱりこのバーが滑っての、ベル外れのリーチ目がめちゃめちゃ熱かったですね。もうその時点でビッグ確定だったんで、まあ、僕の記憶が確かならこのバー下段からはこのプラムがこういう形になったりとか、あとさっきも出たリプリプチェリー、まあ、この辺はリーチ目かなと思います。このダブル外れはリーチ目ではないですね。滑りましたね。これがベルですね。赤狙って右も赤で、まあここで、ベルです、まあ、ベルが外れたらリーチ目。お、ちょっと熱そうな演出ですよ。お、お楽しみはこれからよ。はい、これ完全にこれはリーチ目ですね。入りました。190ゲームなのでボーナススタッチ手順ちょっとやってみます。中リール下段あたりに赤で、これ青が滑ったんで左にも青を狙ってバーを狙いましょう。そのままでレギュラー、滑ったら青7。はい、ウィン。一応多分ちょっと目押しミスでこのゲームでは揃えられなかったんですけども、おそらくビッグでしょう。青がいるのか、あれ目押しミスでした。ビターで押したつもりが遅かったってことですかね。レギュラーです。はい、でレギュラー中もスーパービッグと一緒です。一度だけ左中段の青7ビター失敗。はい、まあ、これで、あとは残り14し、これで OK です。レギュラー後は1ゲームの RT チャレンジに行きます。この1ゲームで、まあ、突入ループレイを引けば30ゲームの藤子タイム。おっ、いろいろ狙えるらしいですけど、この赤7を狙ってベルが滑ってくれば上段に滑れば確定らしいんで、ちょっと赤7を狙ってみましょう。あ、はい、ダメと。はい、こんな感じです。まあレギュラー後は1ゲームで、普通のビッグ、ノーマルビッグの後は5ゲーム間の RT チャレンジと、まあ、そこで突入リプレイを引けば30ゲームの RT 藤子タイムに入るって感じです。お楽しみはこれからよ。チェリーで発展、見てなさい。おお、はい、290ゲームチェリー入りましたね。そのまま、どうでしょう。お、ここで本日初のビッグ、まあノーマルビッグです。さあ、このビッグボーナス、普通のビッグでいろいろ打ち方があります。まあ、まずはこれジャック挑戦中で出てるんですけども、基本的にはジャックインさせてそこからメダルが出てくる感じなんですけども、
何もないときは順押し適当で大丈夫です。でこのカットインが来たらジャックインの合図、これが弱ジャックインか強ジャックイン、強ジャックインを引けば引くほどメダルはいっぱい増えるような感じ、どっちだ。ああ残念ながらこれは弱ジャックインでしたと。で、はい、6枚の払い出し、6枚の払い出しがまあ3回って感じです。だからメダルがあんま増えないと。で終わったんでまたジャック挑戦中、カットイン、ああまた、はい、また弱ジャックです。まあ、これを繰り返すとメダルが増えません、残念ながら。でここから、はい、カットインが入って、あなんと弱ばっかです。そろそろ、あまた弱、まあこんな感じなんでしょうね。そろそろ今日来てよ、全然今日は来ないよ。あれメダル増えねえなこれ。そろそろ、あまた弱、なんだこれ。全然強ジャックインが来ないっすよこれ、こんなもんなの。そろそろ来てね。あはい、ようやく来ました。これで強ジャックインです。ここでメダルが、払い出しが多いのでいっぱい増えると。で何もないとき、この時に、打ち方があるんですけど、まあ、エース何もないときはそのまま順応していくと、これで15枚払い出しと。これです、ワンワンファーのこの赤いのが出たら必ず逆を押し、で左リールにバーを狙ってください。まあ、あのかなりコマ数は余裕あるんでバー狙っておけば大丈夫。はい、また来ました、これも逆押しのバーと。で何もないときは順押し15枚で、今チャンス、この間もジャックインの修正してて、こういう風に強ジャックインをストックするときがあると。でこれで外す15枚、これも逆押しのバー、何もないんで順押し。でこれで一応4回終わったんですけども、多分ここでまた、はい、さっきのストック分で、強ジャックインと、何もなきゃ順押し。はい、ここでビッグが終了で、今回、はい、308枚です。平均350枚と言われてるんで、これめっちゃ少ないですね。まあ、初っ端にあの強弱員が全く引けなかったんで、ああいう展開になると、こう、枚数が少なくなると。まあ、あの運が良ければ400枚オーバーもあるみたいです。はい、これが普通のビッグボーナス。で、ビッグ5は、はい、バラが5個あります。5ゲーム間 RT チャレンジに入ります。ラスト、はい、でこれでダメでしたと。はい、まあ一通りの流れこんな感じですね。スーパービッグ、レギュラー、そして普通のビッグと。まあなので、あの普通のビッグで今308枚だったんですけど、まあそこでどんだけ、まあほとんど運なんで、運よく枚数いっぱい取れるかっていうところですね。これはリーチ目ですね、入りましたね、早かったですよ、30ゲーム演出ないんですけども、中リールから押してみます。プラム、お遅れた、リプレイ。でこれで青7が滑ったんで、まあ、青ビッグかレギュラーだと思います。さっきこれで、まあ、バー狙います。あこのままレギュラーってことですね。
ましたね。プラムとチェリーで来て、しかもバーとこの中段ベル、この時点で2角ですね。73ゲームです。青が滑ってきて、はい、またレギュラーでした。お、またベル。お、今回はこれベルが滑ったんで斜めベル、ベル B ですね。どうだろう、何もないか。あ、何もないですね。お、遅れた。うひょー。あー、なるほど、遅れた場合はチェリー。これはチェリーで熱そうですね。ダメか。チェリーの後リプレイで発展なんで、これはいるんじゃないですかね。いいぞマイロン。ああ、いました、やはり。はい、チェリーで入りました。結構回しちゃいました。577ゲームです。ああ、レギュラーでしたと。ビッグが重たいですね。お楽しみはこれいただくわ。お、これは入りましたね。はい、178ゲームです。またレギュラーでした。ビッグが重たいですよ。さあ、そろそろ行こう。ダメ。はい、ダメです。手ごわいですね、藤子。ということで、ちょっとここでモードを変えましょう。はい、クラシックモード。まあ、あの初代のルパン。これでいきます。斜めベル。お、ベルが外れました。ここで初めてリーチ目。しかもこれはビッグでしょう。141ゲームです。プラム、全然告知が来ないね。プラム、ここでまあ赤棚が下段に止まったんで、これでおそらく赤棚頭のビッグ、あとはどっちかってとこですね。あ、はい、これで一応ビッグですね。通常ビッグ、久々に引きました。さあ、今回は342倍。まあ、前回よりは増えましたが、平均には届かずと。さあ、今回 RT 入れたい。今回見事
AT 藤子タイムに入りました。まあこんな感じでうまく弾けばこうノリノリでいくんじゃないですかね。はい、ということで、RT 終わって321枚で終了です。はい、お、ここでまた外れちゃう。キキキュン。お、おう、緑でストップ。ダメか。遅れた。あ、遅れてこれは入ったでしょう。これでベルが外れると。外れました、入りました。126ゲームです。デレン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 、リプレイ、クラブ、ここで演出見ますか。赤まで行ってボーナスです。はい、ボーナス、これはビッグでしょう。青7でした。まあでも早い段階でビッグが来たんでいい感じですね。やばいね、これ完全に300枚を切るパターン、めっちゃ切るかも。はい、なんと今回259枚です。少な、はい、運が悪いとこんなに少ない時があります。平均350、本当かな。あ、今赤7を狙ってここまで滑ったんで、おそらくこれはいますね。はい、 RT には行ってくれました。今回は265枚で終了と、まあ、ビッグが少なすぎました。はい、じゃあここでまたモードを変えましょう。じゃあ今回はストーリーモード、この新しいやつやりましょう。ロストーリー第1台追走して調子良さそう。レベッカを助けに行くぜ。一体何を。赤文字が出た。これは熱いんじゃないですか。なんだお前だ。俺ならデビッカのフィンス。これはバカだ。ああ入ってましたね。プッシュ。ああこういうことか。はい、91ゲーム。はい、レギュラーっすよね、今のは。さあ、レギュラーの後入れたい。サーチャー3つ、赤の狙ってみましょう。あ、滑った。これは来ましたね、来ました。はい、見事レギュラーのあと1ゲームでも入りました。 RT はぼちぼちいきますね。はい、314枚です。まあ前回のビッグの分も入ってますね。
はい。ホーンテッドホテルへようこそ。フィレンツェの郊外にそびえたルパンたちの前に現れ、ある極秘任務の依頼を行う。依頼内容はマフィアに奪われたドーピングの証拠書類を取り戻すことだ。いきなりサーチがいっぱいついた。これも入ってんじゃないですか。おい、なんでここ空いてるんだ。あ、はい。この時点で成立後のリプレイですね。103ゲームです。本物は外でおねんねしてるぜ。リプレイ。おい侍、そろそろ出番だぞ。青菜が滑ったよ。どっちだ。あー、そのままバーが滑って青が揃ってくれました。ビッグです。はい、369枚、今回初めて平均を超えました。で、トータル、前回のビッグから続いて596枚です。さあ、ここで入れたいですね。サーチが2個、テール。サーチ3つ、いった、行きました、行きました。意外と、意外といきます。はい、今回596枚獲得です。我が手に拳銃を。はい、現在先ほどのビッグから150ゲーム、まあ、スタートから累計で2000ゲームを回したところです。お時間が来てしまったので、富士子タイプ A プラスの設定録実践はここで終了となります。終了です。はい、富士子タイプ A プラスの設定録打ってみました。詳しいデータの方はこちらから。そうですね、設定録を2000ゲーム回して結局マイナス300枚と、いやーちょっときつかったですね。まあ、リーチ目だったり全体的なゲーム性は非常に、よくできていると思います。はい、面白かったです。ただやっぱりビッグの引き次第ですよね。まあ、設定録といえどもビッグが、軽いわけではないので、まあ、ビッグをしっかり引けないとこういったように設定6、2000ゲーム回しても、まあ、マイナスになるということはあります。なので、全国のホールの店長様、ぜひとも富士子、こちら設定6をしっかり使ってください。今回みたいに設定6でもね、マイナス2機の場合もあります。なので、ぜひともね、設定6、これ3段階しかないんで設定6バンバン使って、皆さん楽しんで打てるようによろしくお願いします。ということで、富士子タイプ A プラスの設定録打ってみたでした。ありがとうございました。マイナス終了。